ありがとうございます。ちょっとね、この前のコーナーのね、水野さんがちょっと時間を間違えておりまして、僕大丈夫かなと思ったんですけど、とりあえず今からのコーナーはですね、マスコット対決ということで、今日も、楽天さんのキャラクターのクラッチ、クラッチーナちゃんが来てくれておりますので、早速呼んでみたいと思います。それではクラッチとクラッチーナちゃん、どうぞ。食べてきた、アンティスコとかね、昨日コメダの白髪のワールを食べたいとかね、なんかそんな話してましたけども、実際どうだったんでしょうか。ということでね、昨日実はここで、ゲーム対決やったんですけれども、昨日1勝1敗1分けということで引き分けはありましたので、今日はもう完全決着をつけたいんだと思っております。この勝敗によって今日のドラゴンズのね、勝敗を占いたいと思っておりますので、今日はですね、いつもドアラと対戦してるんですが、一人ずつ声優を呼んでおりますので、まず最初にストップウォッチ対決をやるんですが、皆様知らない人いると思うので一応説明します。見ずにこう押して10秒ぴったりになった方が勝ちと、ニアピンで近い方が勝ちというゲームになりますが、まずじゃあクラッチ君に挑戦してもらおうと思いますが、向かう打つドラゴンズはパオロンの登場です。パオロン、はい、パオロン、はい、パオロンがやってまいりました。前回ですね、あれ誰が来た時だったかもう忘れてしまいましたけれども、パオロ9秒90というね、記録を出しました。昨日プラチーナちゃん6秒台という素敵な記録を出してしまいましたけど、プラチ8秒台でしたけどね、あ、逆、86秒台。そんなクラチ君に挑戦してもらおうと思います。まずクラチ君からじゃあ先行いきましょうか。自分のタイミングでいいですからね、10秒ぴったりになった方が勝ちになります。見ずにスタートです。そして見ずにストップですよ。さあもう始まっております。さあ大丈夫でしょうか。僕後ろからちょっとこっそり見てますけどね、大丈夫でしょうか。お、今日は昨日より全然いいですよ。出ました、記録10秒51。 おーというほどの記録ではございません。普通です。続きましてパオロンさん頑張ってください。パオロンね、今後ろで前何のゲームかやった時にパオロンが優勝して、優勝賞金をもらったんで、今日も賞金をくれ賞金をくれてうるさいんですけどね、今日は何も出ません。そっちですよ、はい、行きましょう。自分のタイミングで行ってください。パオロンはね、お腹が空いてるとか空いてないとかでね、体内時計がだいぶ違いますから、これは何とも言えませんが、自分のタイミングで行ってくださいね。お、いいんじゃないでしょうか。おー、接戦です。パオロンの記録発表します。10秒46、パオロン勝利です。クラッチーナいい記録出したんですけどね、0.053 ですね。はい、ということで1回戦はドラゴンズマスコット勝利となります。拍手。はい、じゃあパオロン戻って準備してください。さあ続きまして第2回戦、はい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 、はい、ということでね、次は黒ひげゲーム。拍手。昨日ね、毎回やってるんでね、お客さんももう飽きてきてますけどね、ゲームがなかなかいいのがなくてですね、これ昨日はクラッチーナちゃんボールをね、いっぱい箱の中に入れて、白いボールと緑のボールが10個入ってたんですね。で、白いボール1個だけ入ってるやつをこう順番に、あー外れ、あー外れ、白いの出したら勝ちですよって言ったら、まさかの一発で出してしまったというね、ね、昨日空気を読めない人だったんですけど、今日はまさか一発で飛ばしてしまうかもしれませんが、迎え撃つドラゴンズの精鋭はシャオロン登場です。さあ、はい、まあ誰も来てないですよ。はい、じゃあね、じゃあシャオロンとクラッチーナで対決したいと思いますが、先攻後攻決めたいと思います。じゃんけんでいきましょう。最初はグー、じゃんけんポン。はい、シャオロン勝ちました。シャオロン先行後攻どうしますか。先行で、ああ素晴らしい。はい、じゃあシャオロンさん行ってみましょう。1個ずつね、先にルール言ってきますよ。出た方が負けになります。負けですからね。はい、いつも言ってますけどね、これたくさん穴があってたくさん剣があるんですけども、こちらの不備により剣が3本ってありませんので、なって最後まで行ってしまったら引き分けになります。はい、じゃあシャオロン君から行ってみましょう。続きセーフ。さあクラッチーナどうぞ。
飛び出た方が負けになります。さあ、シャオロンさん、おお、昨日みたいに、昨日は実は最後まで行ってしまって引き分けだったんですけどね、実はどうやら昨日ですね、僕知らなかったんですけど、ドアラが剣を1本隠してたようですね。それで3つ足りなかったようです。実はね、僕もあの後で終わってから聞きましたけど、シャオロン君どうでしょう。はい、セーフ。さあ、あのお客さん、これシーンとゆっくり見といてくださいね。はい、続きましてシャオロン君、あのさっきも言いましたけどね、一応今日の勝敗を占うゲームですからね。先ほど1回戦ワーパオロンドラゴンズチームが勝利しました。さあ、ここでシャオロンが勝つようなことがあるとドラゴンズチーム勝利が確定してしまいますが、大丈夫でしょうか。さあ、どんどん行きましょう。続きです。あれ、意外に今日も出ないですね。また引き分けなんてことがあるんでしょうか。さあ、行ってみましょう。セーフ。あれ、なんかね、最近このどん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 出ないと壊れたんじゃないかと思って不安になるんですよね。最近ね、このゲームもね、もう何年も使ってますから。シャオロンさん、刺さってないですよ。刺さってないですよ、今の。そう、緑のやつが。ああ、セーフセーフ、大丈夫です。さあ、クラッチーナ、まだまだ剣はいっぱいありますからね。もうそろそろ危険な香りがしますが、昨日から引き続きなかなか出ないですね。飛び出るときはね、一発で出てしまうんですが、出た方が負けとなります。今日の先輩も刺さってますね。大丈夫ですね。はいはいはい。さあ、続きまして、あっ、クラッチーナ成功。大丈夫でしょうか。これまた不安になってきました。ちょっとタイム、ちょっとタイム。じゃあどうしました。刺さってないのがある。ジャッジ、大丈夫、大丈夫、 OK。 シャオロンさん、どうぞ。あー、引き付けたらシャオロン出してしまいました。よかったです。盛り上がりで、ね、このままシャオロンが勝ってしまうとね、もう勝利に確定してしまいますからね。ということで、この勝負、楽天イーグルス勝利ということで。さあ、マスコットゲーム対決が今1勝1敗と5分になりました。さあ、いよいよ最後決勝戦なんですが、実はですね、先にルールなどを今からやる内容を説明しますと、シリーズモードで対決してもらいます。この間ですね、楽天にお邪魔した、あ、ドラも来ましたけども、お邪魔した時にですね、クラッチ君が実はシリーズモードで北海道でね、あの BB を倒したというところから、シリーズモードが得意ということになっております。ということで、この間ですね、お客さんにお邪魔したときにドアラ君とガチンコで勝負したんですが、実はドアラ君負けてしまいました。ということで、今日はドアラにとってはリベンジということで、ちょっとお待ちくださいね。こんな縄でちょっと道具を作りまして、今からシリーズモードをやってもらおうと思います。さあ、ということで、ドアラとクラッチの最終決戦。さあ、今年シリーズモードも最後ですからね。さあ、それではよろしいでしょうか。土俵に入ってもらって、枠から出てしまったら負けですからね。いいですか。狭いです、枠が。すごくよろしくお願いします。さあ、よろしいでしょうか。それではいきますよ。はっきょう、あっち、はいはいはい、まだです。はい、ブレイクブレイクブレイク、よろしいでしょうか。はい、いきます。やってやって、はっきょう、登った、よし。おっと、ドアラ小僧が作戦出ておりますけれども、おっと、危ない危ない。あっと、今ちょっとタイムタイム、今のは難しいですね。今のはこちら審判員の協議によりどうでしょうか。あ、取り直しだそうです。取り直しといたします。今でも土俵動きますから、土俵動かさないようにお願いしますね。はい、ということで、もう一回いきましょう。土俵を動かすのと今のは引っ張ってしまいましたから、もう一回いきましょう。はい、こんなもんでしょうか。はい、土俵は足で引っ張らないようにお願いしますよ。いきますよ。あっ、今日登った、登った砂が狭くなってきました。砂が狭くなっております。まだ水着ついておりません。どうでしょうか。ドアラがしゃがみました。今押してしまう。クラッチ、いけ、おっと、まさかの、まさかのロード、ドアラ勝利です。今ね、多分クラッチ本当にびっくりしたと思う。ということで、この勝負、ドアラの勝利です。ということで、今日のマスコット対決ですね、3番勝負、
見事ドラゴンズが勝利しましたので、昨日のような劇的な逆転ホームランまた今日も見れるかもしれませんということで、ドラに大きな拍手をお願いします。はい、ドラゴンありがとうございました。はい、ということでね、この後グラウンドの方でもグラウンドの方でも、ドラゴンズマスコットチアドラゴンズと一緒にね、たくさん出てきますので、また見かけたらご声援くださいということで、マスコットミュージショーこれにて終了です。ありがとうございました。